ほう、これは驚いたぞ。まさか貴様らごときがここまで食い下がるとは。教授ってば、どんどん口調が存在になってるんじゃない？余裕、なくなったみたいですね。ふふふふ、哀れなことだ。自分たちがすでに七にいるとも気づかずに。どうするつもりだ？このまま名所に献上するつもりだったが、気が変わった。貴様らが歯向かった相手が、どのような存在かを思い知るがいい。これは、まさか、和と融合しとるんか？この感覚、思った以上に悪くない。さて、まずは試させてもらおうか。人を新たなる段階へと導く、天使の大いなる力をね。やっと思い知ったようだね。これが真の力というものだ。そんな、なんでこっちの攻撃が全然当たらないのよ。何らかの障壁を展開し続けているんだ。でもここまで通用しないなんて。七四方の中でも輝く輪は空間を司る存在。動力魔法とは比べ物にならない圧倒的な絶対障壁を展開できる。もはや私と君たちとでは存在の次元が違いすぎるのだよ。ここでマガンか。ワイスマン、あなたは。その目、やはりお前殺すには惜しい。
くり調整しながら再び精魂を埋め込んでやる。そしてまた希望を与えてからその芽を摘み取ってやろう。希望が絶望に変わる表情、今から楽しみだよ。やれやれ、もはや悪趣味というより病気といった方が良さそうだな。刺しておくべきだったか。しかしレーベン、君が来たところで何ができる。いかにドラギオンといえど輪の障壁を破ることは不可能だ。だろうな。ところでワイスマン、一つ聞いておきたいことがある。ハーメルの悲劇、貴様はどの程度関与していた。おお、人聞きの悪いことを言わないでくれたまえ。これはあくまで帝国内の主戦派が企てた事件だろ。どうして私が関与するのかね。それは貴様が蛇だからだ。弱みを持つ人の前に現れて破滅をもたらす計画をささやく。そして手を汚すことなく自らの目的を達成してしまう。それが貴様のやり口だろう。実際主戦派の首謀者たちは当時あったという清掃に敗れて後がない者たちばかりだったと聞く。もし10年前の戦争すら今回の計画の仕込みだったのなら、全てのことに説明がつくと思ってな。なるほどな。まあ概ね君の指摘通りと言えるだろう。もっとも私がやったことは彼らに両兵崩れを紹介してハーメルの名を囁いただけさ。それだけで事態は動き出し、瞬く間に戦争へと発展してしまった。人間の業を感じさせる実験結果だったよ。許せない。あなたは最低です。吐き気がしてきたわ。なるほど、大方予想通りということか。おや、意外と冷静だね。私としてはもう少し憤ってほしいところではあるが。俺の心はとうに冷めきっているからだ。しかし先ほどの貴様に背後から混沌させられた失態、検定としては屈辱の極みだ。その借りだけは返させてもらうぞ。絶対障壁が、そうか、その剣は、そう、俺が名手より授かった剣。貴様の杖と同じく外の断りで作られた魔剣だ。迂闊であったわ。離れろ離れろ、この知れ者が。レーベ、俺に構うな。道は開いた、あとはお前たちが切り開け。
くれたな。まあいい、絶対障壁など和の力のほんの一端だ。すべての力を解放して貴様らに絶望を味わわせてやる。それはこっちのセリフや。遊撃士として、リベールの市民として、そして何よりも人として。ワイスマン、僕たちはあなたを通す。Yeah!
そら！
ほれ！Yeah!
ここまで粘るとは。だが所詮無駄なあがきというものだ。無限の力を秘めた輪の前では。なんだ、輪が、私の中の輪が。の悪あがきみたいね。とっとと倒してレイベのところに戻りましょう。あ、
我が右手に天に寄り授かりし輝きを持って我らが立てたのだ。Oh!
Yeah!
そんな輝く輪が消えてしまっただと。バカな、そんなバカな。逃げた？あんなやつどうだっていいわよ。それよりも、レベ！レベ、しっかりして！今、すぐに手当てをするから！その必要はない。お前なら、わかるはずだ。助かる傷ではないことを。嫌だ！そんなの嫌だ！レーベまで、姉さんみたいに！そんなの、そんなのひどすぎるよ！そんな顔するな。幼い頃のような泣き虫に戻ったみたいだぞ。そうだよ、僕は弱くて甘ったれで、まだまだレーベが必要なんだ。お願いだから、やれやれな。あヨシュア、納得できないのならお前は俺たちのようになるな。大切なものを守るために死ぬのではなく、守るために生きろ。エステル・ブライト、頼みがある。うん、何？こいつは強いようで芯が脆いところがある。全ての呪縛が解けた今、本当の意味で強くなる必要があるだろう。だから頼む。これからもこいつを、俺たちの弟を支えてやってくれ。言われなくてもそうするつもりだったけど、でも今ここでちゃんとやったから、どうか安心して。すまない。しかしやっと分かったぞ。あの時カリンがなぜ微笑むように言ったのか。こんなにも満たされた気持ち。冗談はやめてよ。ちゃんと聞こえてるんだよね。だってそうだろ、やっとまた会えたのに、やっとまた笑顔で話せるようになったのに。頼むから返事してよ！ヨシュア、ヨシュアさん。おい！あ！
ユリアさん。よかった。ご無事でしたか。ひょっとして彼は。そうですか。君たちが降りた後、新手の機械獣が何匹も現れてな。絶体絶命に陥った時、彼がそこの機械竜を呼んで戦況を覆してくれたんだ。そうだったんだ。ワイスマンと輝くはどうしたんじゃ？輝くははどこかに消えちゃって、ワイスマンも逃げたけど、やたらと慌ててた感じだったわ。何？消えたじゃと？それはまずいかもしれんな。この揺れって。輝く輪は浮遊都市を維持してきたエネルギー源でもある。それがなくなってしまったら、じきにこの都市は崩壊するじゃろう。それでは急いでアルセイユに戻った方が良さそうですな。すぐに動力が尽きることはないが、急いだ方がいいじゃろう。お前さんたちの船はどうじゃ？ああ、今頃完全に修理が終わっているはずだ。戻ったらすぐに飛べるだろうぜ。よし、それではみんな、これより撤退を開始する。エレベーター近くに転移用のゲートがあった。順次それを使って中枢島より脱出するぞ。ヨシは、その、辛いとは思うけど、早く行かなくちゃ。ごめん、エステル。頼むから、先に行って。僕のことは、気にしないでいいから。よし、しっかりして。レーベが言ったこと全然分かってないじゃない。守るために生きろってそう言われたんじゃないの？私は忘れない。ヨシアを支えるってこの人と約束したこと絶対に忘れないんだから。エステル、本当に僕は。レイベ、これ預かっておくよ。ハーメルに、姉さんにちゃんと届けるからさ。よっしゃ。エステルさん、ヨシアさん。時間がない、とにかく急いでくれ。すみません、今行きます。